今日の道内は前線を伴った低気圧が通過している影響で、上川や留萌地方を中心に大雨となりました。深川市内では雨竜川が氾濫し、避難所に6人が避難しています。上川の高須町です。川から溢れた水で道路が冠水したほか、畑にも水をかぶる被害が出ていて、近くの住民は玄関の前に土のうを積み、浸水を防いでいました。こんなに道路水ついて流れてても初めて見た。旭川の江丹別では午前11時までの24時間の降水量が200ミリを超え、1977年からの統計開始以来最多となりました。一方、深川を流れる雨竜川では田戸市付近の左岸で氾濫が発生しました。深川市と沼田町では合わせて366世帯586人に避難指示が出ていて、住民6人が避難所に身を寄せています。また上川の愛別町でも洪水の警戒のため122世帯239人に避難指示が出ていて、町内の5つの小中学校で臨時休校となっています。一方、こちらは小平町の道の駅です。降り続いた雨で国道が通行止めになり、立ち往生する観光客も。市別に行こうと思ったんだけど、向こうも通行止め、こっち回っても通行止め、どうしようかなって考えてます。この影響で JR は函館線の深川旭川間と石北線の旭川遠軽の間で運転見合わせとなっていて、特急14本を含む合わせて40本が運休となっています。この後夕方にかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。